失礼いたします。大阪教育大学の木原です。これより私と近所学院大学の長谷川先生で公表をさせていただきます。まずもって先ほど表彰された関係団体の皆様、おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。この制度、平成二十七年度よりスタートしているわけですけれども、皆さんお分かりのように、実践研究が PDCA サイクルに基づいて、 繰り広げられているしまたそれを極めていただくことが必要であるという考え方のもと、制度がスタートしていますまあ、そもそも研究活動というのはこうやって継続発展させるということが大事ですけれども実践研究の場合には変数を統制できないのでその必要性というのが強く求められますつまりこの図ではチェックアクションが大事だということですね パナソニック教育財団では、そういう考え方に基づいて、各学校等が実践研究を継続発展させるための様々な仕組みや働きかけをなさっているわけですけれども、この研究成果報告書の作成もその主中の一つであります。研究が1年で終わることなく継続され発展されてほしいと、そのために研究成果報告書の作成というものを、 自分たちの取り組みの見つめ直しの機会と捉えていただきたいまそういうことをお考えになっているわけですし私たちも同じ思いでこの研究成果報告書の取り組みを見つめてきましたこのような先ほどもご紹介していただいたメンバーはその思いを同じくして今回も74件の研究成果報告書の内容等を眺めて表彰をする団体これを あの推薦したわけであります私の方でどのようなその評価の視点があったのかということについて枠組みをご説明しその中である一つの側面を取り上げて今回の表彰された学校等のです、ね、取り組みの特徴を長谷川先生の方でご説明いただきます。お手元の緑のの緑冊子の中にもも記されれているんですけれどもまず 評価の第一ポイントは実践の内容ということにありますその取り組みに学校として取り組む必然性があったということについて説明がきちんとされているまたその取り組みというのが1年間かけて充実しているということが評価の視点の最初でありまた最も大切にしているところであります。つつ目は見つめ直しに 失礼しましたデータをちゃんと取って確認されているかどうか、まあ、エビデンスというような名前で言うともっとかっこいいのかもしれませんがここに記していますように取り組みの成果というものこれをいろいろなデータでもって見つめ直しをしておられるかという点が3つ目はプロセスに言及しているかどうかということであります。 つまずきとか失敗だとかそういうことにも触れながら実践研究が進められたステップがきちんと文章化されているかどうかということでありこれはそうした取り組みを自分たちもやってみようという学校にとって非常に貴重な情報であるというふうに捉えています。4つ目ののの視点がが実践の批判的検討といいうタイトルを付しているのですが 取り組みの自己点検のもと、こういう改善を次はしていこうとする宣言がきちんとなされているかどうかということでありますすべてがうまくいくはずないわけでこれについてはもっとこんな改善が必要だということについて論理的な説明がされているしまたそれが具体的であるということを研究成果報告書を評価する際に尊重いたしました、まあ、あと ここに記しています分かりやすい文章で記されているとか図表や写真が適切に用いられていてそのことが読み手にとって読み応えがあるものになっているということでもありますしまたそれらが適切に使われるということは自分たちの取り組みに対するリフレクションが充実している証しであろうという捉え方で形式面表現の工夫も評価のポイントに据えております。 この緑の冊子に載っている学校の研究成果報告書はこうしたポイントでもって見たときに非常に読み応えがありまたきっと研究が継続発展していくんだろうなという予想がつくものでありますそのあたりのことについて具体的に長谷川先生の方で説明していただきますありがとうございますでは続いて長谷川先生よろしくお願いいたします 失礼します。近所学院大学大のここにですね書かれている学校の先生方は本当にさまざまな工夫と努力をされてこの実践をまとめ上げられたというふうに思いますで私からは研究内容の活動の研究内容と研究活動のそういう工夫についてポイントを述べさせていただきます 今回の実践報告は新学習指導要領を意識したものがたくさんありましたその中でも主体的対話的でまな板浮かびに関する研究課題を設定した実践が全部で5つありましたまずご小市立長楢小学校様ですがスカイプを使うことによって子どもたちが聞きたい学びたい伝えたいと。 言ったような子供を引き出し心を気持ちを引き出してそれ主体性を喚起して実践を行ってらっしゃいましたでまた地理的や時間的な制約も ICT によって取り払うという工夫もされておりましたから岡崎市情報教育推進委員会様は体育の授業において ICT を活用されたんですが その体育の単元の中でも長距離走というどちらかいうと苦手な子どもたちが多い体験を取り上げられましてそこで ICT を活用することによって生徒たちのセルフコントロールセルフマネジメントと学びに向かう力を高めるといった取り組みをされておりました。市立小中 一貫校開田,中,海田校中学部から世羅町立世羅西中学校は協調学習ですね知識構成型塾双法によって深い学びを子どもたちに引き起こすということをされていましたで開田中学校様は協調 学習の場面ごとに ICT の使い方を整理されておりそれによって ICT を活用した教助学習を効率的効果的に行うためのノウハウというものをまとめられていますから西中学校様は11教科領域から3学年にわたる実践を積まれており合計で26件もの 研究授業を行って学校ぐるみで取り組まれております。から武雄市立武雄市小学校様は反転学習によって教室における対話を量的質的に向上させるという取り組みをされている。から山形県立山形ろう学校様は UD トークという音声アプリを使って必要な情報に生徒たちが主体的に アクセスして選択するといったような学びを実現されています新学習指導要領のキーワードの一つであるカリキュラムマネジメントに関するアプローチもありました神奈川県立白業高校様は STEM 教育での教育内容の組織的な配列の試みをされております。 課題探求型の学習でデータ分析を行うという場面を設定することによって深い学びを実現されていたというふうに思いますから西学院アトランタ国際学校さんはイマージョン教育における研究課題を設定して英語と国語日本語と社会といった教育内容をクロスしたりまた言語能力の違いを強みに変える取り組みもされていらっしゃいます 学校を超えたネットワークを築いたり、他の学校や学校外組織と協力した研究実践もありました。京都市立中学校教育研究会音楽部会では、ですね、学校を超えて音楽の授業に ICT を活用する取り組みをされており、ICT の利用経験の浅い先生も活用できるような状態を作り上げられておられます。 またカリザス小学校様は英語とフランスの教育をされているわけですがそれを iTunesU で公開することによって家庭と学校を結ぶだけでなくそれを世界に発信するという取り組みもされていらっしゃいます。でまた宮城県仙台高等学校様は子どもたちの評価を外部評価するためのルーブリックを開発してて そのパフォーマンス評価と言われるものを外部の方に行っていただくための準備と実践をされております。から愛知県立宮内特別支援学校様は ICT を活用して特別支援学校として地域のセンター的な機能を充実させ地域の小中学校の先生方の特別支援教育に関する不安を取り除くということに取り除くという成果を挙げられております。 ICT による支援を要する子どもに対する配慮の実践として日向市立統合学園若竹文校様は個別ニーズへの対応を充実から上越市立南,ああごめんなさい南本町小学校様は発達障害を有する子どもたちに対して n h k フォースクール等のスクレたアプリ等を提供をする。 からまた聞き方の約束については ICT を使って子どもたちに振り返りをさせてその約束をきちんと自分自身で守れるような取り組みもされていらっしゃいます。で今回表彰された実践研究の特徴としてはこの4つになりますが、え。ー あのどの学校もええと非常に様々な工夫をされておりますので、この表彰された学校の取り組みについては、全国の学校が参考にできるものばかりであるという風うに思いました。以上で、私からのご好評を終わらせていただきます。おめでとうございます。